コーナーです、今回は春のお出かけにぴったりのこちらの長崎市憩いの里アグリの丘の情報を、もうアグリの子を知り尽くしたこの方、農林整備課の憩いの里管理センター所長村本貞夫さんにご紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうアグリの丘、私も駐車場が無料だし、はい、もういつもお弁当を持ってボールも持って遊びに行くんですけれども、アグリの丘と言いますとですね、自然がいっぱいで、はい、いろんな生き物たち、動物たちとね、はい、触れ合うことができますよね。まあ、うん、こんなにいるんですもんね、はい。まあ、町のエリアにカメさんいますけど、ふれあい動物広場の方、憩いのエリアの方にはモルモットやウサギ、それから、うん、ヤギと羊、今年の干支の羊さんもおりますので、ね、ぜひ、はい、おいでてください。モルモットは抱っこして、はい、ね、膝に乗せたりとか大丈夫です、ね、抱えれますので、できますもんね、はい、うちの子供も大好きで、はい、それから、はい、すぐ横には飛び石の池もありますので、はい、そこを飛び石をずっと順に渡っていただくと、うん、鯉さんがいたり、池の中にオタマジャクシもいたり、この時期とてもいい感じなのでですね、うん、ぜひぜひ見てほしいなと思います。オタマジャクシといえばですね、はい、この方もアグリの丘のオタマジャクシに大変注目されているんですよ。はい、これはですね、ちょうど1年前のアグリの丘です。あ、カエル先生ですね。カエル先生です。南電カフェではおなじみのカエル先生こと松尾貴則先生がアグリの丘でオタマジャクシを観察しています。もうこれね、すくい上げるといっぱい手の中にオタマジャクシがね、はい、入るんですよね。今日も見てきましたが、はい、今年もこんな風にたくさんおりますんで、はい、ぜひ、はい、おります。楽しみに。いや、これもちろん持って帰っても、あ、大丈夫です、まあ、いいんですよね、はい。我が家もですね、ペットボトル持ってってでこうすくって中に入れてこう鑑賞して、うん、まあ、育てるのはちょっと難しいかなと思います。ぜひ覗いてください。さあ、そんなアグリの丘でゴールデンウィークにはさまざまなイベントが行われるんです。5月2日土曜日から5月6日水曜日までの5日間、アグリの丘ゴールデンウィーク祭りが開催されます。村本さん、どんな内容になっていますか？はい、それもイベント盛りだくさんでですね、はい、特に、いろんな体験ができるというところではですね、うん、今日ちょっと持ってきたんですが、これですね、持っていただきました、はい、紙コプターと、それから、うん、この草花の葉書ですね、はい。まあ、タケコプターの部分を上を紙なんで塗りましょうっていうですが、うん、まあ、おすすめは特にこれね、はい、実際園内の植物とか葉っぱとかを中に織り込んで、はい、一生懸命こう紙をすきながらですね、で葉書を作り上げる、最後にはスタンプもこう押せますんで、実際ちょっとなかなか綺麗に書きづらいところはありますが、でもこれいただくとすごいいろんなの中に挟んで葉書ができたらいいじゃないですかね。自分で拾った草花をですね、こんな風に葉書にできちゃうという工作教室が、はい、これもご用意しております。午前中にあるんですね、はい。紙コプターが午前中 で草花葉書が午後から、ね、ということでね、はい、もちろん無料ですよね、はい、はい、ぜひ集まってほしいと思います。他にもまだまだありますね。そうですね、この他にも、雨の日、まあ、室内になりますがふわふわ遊具であったりターゲットスリッパ、それから広い芝生のところでアグリ鬼ごっこであったり、あと恒例のですね、園内をいろいろ駆け回ってもらうクイズラリー、はい、まあ、豪華商品ということで、うん、それから初めての試みですけども、スマートフォンとかタブレットをお持ちの方にだけになりますけれども、風景探しということで園内でオリジナルな絵が撮れますよっていうような、そんなイベントも予定をしております。すごいですね、はい。さあ、そして今年も大人気のイベントもね、もちろんあるんですよね。そうですね、はい、切り腹体験ということで、はい、まあ、3本500円になりますけれども、うん、5月3日から5日までの3日間、午後1時から3時までで、ハサミとか手袋などはこちらからお貸しいたしますので、はい、まあ、汚れてもいい服装で、まあ、直接作業しますので、うん、おいでていただければと思います。これ園内にはどれぐらいのバラが今、はい、アグリの丘の園内は全体で約600品種3500株ぐらいがありますので、600品種、はい、だからバラハウスの中もちょっと楽しみかなと思います。で、自分の気に入ったバラを見つけて3本ですね、持ち帰りできます。持ち帰りができる、はい、もう本当色も形も様々で ね表情が楽しいですよね、はい。で、村本さん、おすすめがこのバラ、このイブピアツというのはハウスの中にある大輪の花なんですけれども、はい、いつもアンケートを取ると人気
投票ではトップ3に来る、はい、とても大柄 で香りが強いっていう花なので、まあ、こういうお花も、楽しまれたらいいかなと思います。バラ園私も大好きです。本当、はい、なんかゴージャスでね、優雅な気持ちになれますもんね。そうですね、花の中ですから、はい、そして今年もこれもまたあるんですよね。はい、掘ります。あぐりの丘で一番人気のですね、はい、じゃがいもと玉ねぎの収穫体験なんですけれども、はい、親子の収穫体験なんですが、うん、ちょっとだけですね残念な部分といいますか、はいはい、これ昨日掘りまして、昨日、はい、で玉ねぎの方はですね、うん、ある程度の大きさになってるんでいいんですけど、ちょっとじゃがいもの方がですねまだ私の手元で分かりますかね、ちょっと里芋程度ぐらいなんです、うんうん、で、まだ今日入れてあと9日ほどありますので、はい、天気もいいようですから、あのぜひ皆さんいつも人気なので、はい、実施したいなと思っております、まあ、前日には判断をしますので、うん、万が一その日は明日できませんという時は、はい、園内でお知らせしたり、はい、ホームページであったりあぐり農家のホームページやフェイスブックでお知らせをしてですね、はい、前日にはと思っております。できるだけもうこれだけ、例年だったら大体もう大きくなってる頃なんですか。はい、そうですね、卵代とかはしっかりあって、はい、ある程度これぐらいのジャガイモも掘ったらあったりするんですけど、はい、ちょっとまだ今年は、はい、あの気温が低かったり霧とかでなかなかですねちょっと育ってないって、やっぱりこれ自然相手なん で、ね、ちょっと残念な部分でありますがお楽しみください、うん、あと9日で、ね、頑張ってほしいです、うん、願いましょう。お天気もね、はい、ここから安定してくるみたいなのでですね、大きくなってほしいです、はい、はい、人気の収穫体験ぜひお越しください、はい、さあそしてゴールデンウィークに入る前のこの週末から始まるイベントも、はい、はい、今週末、25、26、土日と29日祝日合計3日間ですけれども、うん、羊の毛刈りということで、あの本当の毛刈りはバリカンですけれども、していただく子どもさんたちの方に安全のためにハサミで、はい、安全です。ですので、うん、ハサミを使って羊さんの毛を触ったりチョキチョキっと切る体験をしていただくとありがたいかなと、まあ、羊年の今年の思い出にですね、ぜひお願いしたいなと思ってます。こんな人おとなしくしてるもんなんですか羊さんは。あ、頑張って我慢してます。我慢してるんだやっぱり。てね、そうですか、はい、でも親子でねハサミ持ってチョキチョキって、ね、なかなかできない体験ですね。そうですね、はい、ぜひこの週末からです、はい、そしてあぐりの丘ではこんな体験もできるんですか。田植え体験。はい、あぐりの丘のすぐあの山手側の里山っていうのがありますので、そこの田んぼを使った田植え体験っていうのを5月31日に予定をしております。はい、であのこれ申し込みが必要ですね、はい、3日前までの5月28日木曜日までに電話でお申し込みください。長崎市憩いの里あぐりの丘095-841-1911です。雨天の場合は中止ですか。そうですね、はい、雨天の場合中止、若干の雨ぐらいだったらやれると思うんですけど、はい、これも楽しそうですね。さあそしてイベント盛りだくさんのあぐりの丘なんですけれども、村本所長おすすめのあぐりの丘の楽しみ方をちょっとここで教えてもらおうと思います、はい、そうですね、これからはちょうどツツジが今見ごろになってきておりますの で、ね、園路であったり園内であったりというところのツツジをちょっと楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います、うん、あのちょっといい感じで、まあ、とても綺麗に映っておりますけれども、はい、それから あと園内にはいろんなところに白爪草も生えてますんで、はい、四つ葉のクローバー探しあたりをしていただくと自分の、まあ、幸せが来るかもしれません。本当ですね、たくさん、はい、結構いろんなところにありますので あるんですね、はい、あの面白い、頑張って時間があの夢中になるぐらい頑張って探してほしいなと思ってます。四つ葉のクローバー見つけて、はい、ぜひ幸せを、ね、招き寄せたいですね、はい、それからあの神楽島がありますけれども、うん、あのアグリに来られるお客様からはですねラブニャンコとまあ呼ばれている猫さん、ラブニャンコ、はいはい、あの右側オス猫で左側がメス猫というような感じに、確かに向こう向きで一緒にいるようにも見えるんで仲がいい感じ、うん、カップルの猫さんですよね。確かに見えますね猫にね、はい、でまあ、これをそのすぐ手前側のですね飛び石の池のところに、はい、あのハートの石が4つくっついたクローバーを、はい、アグリの丘には実はハートの石もあります、でここからこう見るとこういう感じで見えるんだ、ラブニャンコとその石っていう感じでなるほど、はい、あの四つ葉のクローバーいいかな、ラブラブ、カップルなんかにはちょっとおすすめポイントで幸せになっていただければなと思います、いいですね、はい、
ガブニャンコ見えましたね、確かに、ね、見えました、ありがとうございます、ね、そんな風に呼ばれてる方がいらっしゃいますね。なんかハートストーンは他にもアグリとか、はい、ない結構いろいろありますので、みんなお探しいただければと思います。はい、あえて数はまだ言いませんけど、結構ありますよ。あるんですって、はい、見つけてみてください、はい、さあそしてゴールデンウィークがね終わった後も楽しいイベントあるんです。こちらです、アグリの丘でやってみよう2015春。こちらは5月24日日曜午前10時から午後4時までです。アグリの丘で活動している市民団体の手作り体験やイベントが盛りだくさんということで、はい、いろいろあるんですよね。そうですね、アグリの丘のフィールドを活用して、もう団体の皆さんが楽しみながらアグリの丘を盛り上げていくって新たな仕組みをこう皆さんで取り組んでるんですけれども、実際に来園者のお客様にですね、この方たちが自分たちで企画したものを提供していただく、すごい楽しめる、いやアグリの丘でやってみようなんですね、うん、この日もすごくにぎわってると思いますんで、はい、それを楽しみにおいでてほしいなと思います、ね、羊毛や和紙を使ったワークショップですとか、うん、はい、森林ヨガ、うん、これも珍しいですね。そうなんです、里山のところでヨガをやるんだっても聞いてますんで、はい、ちょっといろんなところに、全部チャレンジできるかどうか、うん、いろんなのにチャレンジしていただければありがたいなと思います。陶芸や書道教室もあるそうですよ、はい、もう4月5月はねぜひアグリの丘遊びに来てほしいですね、うん、気候がとても良くて、そうです、ね、本当にロケーションいい景色です。本当に山もあって海もあって動物もいて走り回れて、はい、本当にいい場所ですので、はい、村本さんもいますもんね、はい、私も頑張って、はい、皆さんが楽しんでいただけるアグリでお待ちしたいなと思っております、はい、待っています。さあここまでは長崎市憩いの里アグリの丘について農林整備課憩いの里管理センター所長村本さんにお話を伺いました。ありがとうございました。